はい、今回木村さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さんは SS でアプリに関する開発とかマーケとか、はい、アプリが得意な人です。はい、ありがとうございます。元々次元で UX とかいろいろやってたんですよね。そうですね、はい、はい。だから開発もできるしマーケもできるしっていう結構貴重な、珍しいですよねそれができる人は。あ、そうですね、ありがとうございます。もともと90キロ以上あったのに、今日あったら30キロぐらい痩せてて。そうですね、なんか病気でもしたのと思ったら、はい、ただただ筋トレです、はい、ストイックな方ですね。はい、はい、でずっと僕もお世話になっていて、今でもいろんな案件で一緒にご一緒させていただいてるんですけども、アプリのマーケこれから開始しようって思った時に、アプリってどうやって KPI 管理とか何を見て何すればいいんだっけみたいなところが分からない、はい、その時に木村さんに相談して、あ、この内容ってすごい価値あるなと思ったんで、ちょっとそれを今日お話ししていただいて、はい、じゃあ僕がアプリをじゃあ仮に作ったと、頑張って開発しましたと、はい、それをここからマーケしたいってなった時に、例えばウェブサイトとかだと結構その極論ですけど、アナリティクスもサーチコンソールも入れずに半年間運用して、でこのサイトってどうなのってなった時に、この半年間のデータ取ってなかったら改善のしようがないじゃないですか、はい、問い合わせフォームから何件か来るんだけどもっと増やしたいんだけどってやった時に、計測してなかったら改善そっからゼロからやらなきゃいけないから、やっぱ最初の段階で、ね、後々必要になることは全部網羅しておきたいわけですよ、うん、っていう状況で木村さんにお願いしたってなったら、まだアプリ作ったばっかりですよ。そしたらまず何から始めればいいんですか。まずはクライアントさんから予算に余裕があるのであれば、うん、Firebase Analytics っていう解析ツールがあるんですが、うんうん、Google が提供しているものなんですが、うん、そちらの実装の、まあ、許可をいただくと。なるほど、なるほど。もうこれはもうアナリティクスのタグっていうの、まあ、基本的にアプリの方は Web とは違いまして、重要な、まあ、メインの指標っていうところはストアの方で取っているっていうところがあるのでいいんですが、多分これから先でもうちょっと先々にこういう解析も入れたいとか、うん、カートに入れるとかカート落ち率とか、まあ、詳細によって違うんですが、うん、そういうところとかをこう入れるのに今時間かかるって途中から言われると、うん、最初に言ってよみたいな、うん、なるほど、はい、話になると思いますので、そういうところの追加の解析の、まあ、許可を取りつつ、はい、まあ、基本の解析はこの後ちょっとどの数値、はい、じゃあ要するに追えばいいのっていうところは説明させていただきたいんですけど、やろうと思います。はい、Apple Store である程度はなんか全員見れるような解析の画面があるんですね。そうですね、はい、詳細とかに関係ないようなところだけは Apple Analytics っていうところで取っているので、はいはい、そちらで参照できます。中での課金率とかはもちろん Apple では分かんないけど、売り上げみたいなのは設定で入れれるんですけど、はいはいはい、例えば EC ですとカーゴ落ちとか、うん、例えば男性ユーザー女性ユーザーに何かしたアクションを取った場合とか、はい、そういうところのもうちょっと突っ込んだ解析はちょっとアプリにちょっと突っ込みすぎているのでサービスに取れないっていうところですね、はい、なるほど。さっき予算が余裕にあればっていうことだったんですけど、それって、はい、まあ、その金額っていうよりはどのぐらい大変なものなんですか。こちらがもう開発だけという話ではなく、うん、やっぱりジョイレイヤーでその企業の KPI とかを切り出していって、でそれを Web と同じように例えばフォームの予約埋める率とかそういうところに仕込むのと同じ感じでこう細かいタグとかを仕込んだりとかっていうことをしていく感じです、ね、あ、じゃあアナリティクスを導入するだけだったら簡単だけど、はい、その目標をどこに設定するかとかそういう設定業務が必要だから、はい、そこも含みでの予算で数十万とかそういうレベルの話なんですか。それぐらいだと思います、うん、はい、はい、なるほど。で最初に、まあ、できるのであればそれをやった方がおいおいそのアップでかくなった時に後悔しなくて済むと、はい、なるほど。でそれができない人は、はい、Apple の管理画面だったりとか、はい、だけで追えばいいんですか。そうですね、そこで大体追うしかないかなと思っております。じゃあ一旦予算ないとして、はい、そのアップルのやつで進めるってなったら、アップルでどんなデータをこう測っていけばいいんですか。結構たくさんの指標があってっていうところなんですけど、大体大きくは集客のための数値とサイト内の活性のための数値と離脱回りの数値っていうのの三軸が大きくありまして、はい、じゃあまずは集客のところ、はい、まあ多分アナリティクスとかでも同じようにダウンロード数、まあ、総ダウンロードとユニークダウンロードみたいな言い方多分違うと思うんですけど、はい、そこら辺はなんか木村さんだったらどの数字を特に追います。大事なのは2つかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、まずクライアント様から、うん、まあ、要するに今どれぐらいインストールされてんのっていうやつは総ダウンロード数っていうのがちゃんと存在してまして、はいはいはい、ただ
インストール数に対しての再ダウンロード含むみたいな感じの込み込みのやつなんですけど、はいはい、まあ、ここがあの Apple に診断データの提供を許可したユーザーしかっていう形なので、はい、本当の賞味の数っていうのは先ほど話したあの解析ツールとかでやらないと取れないっていうところなんですね、うん、どういうことですか、どういうことですか。通常の Apple のやつとかですと、多分あの使ってるうちにあの Apple に情報提供しますかみたいな感じのポコンって出てくるんですよ、はい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 、基本的に Apple のアプリってそこの許可をノーにすると大体だいたいダウンロード系とアクティブ系、先ほどのあの離脱っていうところですね、うん、あの3つのデータがだいたい否定質になるので、それをやっているユーザーさんって結構、あ、じゃあその総コンバージョン数っていうのはそれを OK にしてる人の数ってことですか。おっしゃる通りです。あ、全然意味ないですよね、それ。そうですね、はい、ここら辺をやっぱり話すると、うん、まあ、コンサルしてる時にそれは本当意味ないんだけどっていうのと、うん、あと解析なんで入れなかったのっていうのがダブルできて、なるほど、まあ、じゃあもうそこでもう絶対ツール入れないとダメじゃんそれ入れたいですね、はい、はい、クソ意味ないじゃんそれ。そうですね、じゃあ運営しててそれ入れなかったら、はい、今アプリ何人にインストールされてるのか誰も分かんないってことですか。賞味数は分かんないです。そんなのだってオンに俺絶対提出しますかノーにしますもん、だって自分だったら、はい、なんか自分の結構突っ込んだデータとか性別とかも結構出すんで、うん、そこら辺がまあ嫌って人は情報流出とかまあまあまああるんで、なるほど、はい、もうその時点でじゃあさっきの話で言うともう予算ないですって言ったけど、やっぱ今予算絶対作りますわ。何ですか、ファイヤーなんでしたっけ。あ、ファイヤーベースですね。ファイヤーベース、はい、うん、それを入れて、はい、入れたらじゃあ落とすやつとかアクティブなデバイスとかも、うん、まあ、立ち上げたらそれが引っかかるようにとかっていう解析入れれるので、うん、インプレッション取るみたいな感じで取れるんですよ。はい、なんで最初に言っておくといいかもしれないですね、はいはいはい、総ダウンロード数賞味じゃないんですけど大丈夫ですかとか、はいはい、じゃあそれ入れた前提で何を管理しましょうか。でしたら、ね、総ダウンロード数っていうところはまあもちろん必要でして、うん、まあ、候補でも必要なのでっていうところと、新規ダウンロード数ですね、うん、まあ、こう賞味本当にサービスとしてグロスしていってるのかっていうところで新規ダウンロード数っていうのも必要だというところと、ウェブでも結構よくやってると思うんですけど、ランディングページに人が来て、でフォームでコンバージョンしたかどうかとか、新規ダウンロード率っていうところも取ってます。なるほど、はい、新規ダウンロード率ってじゃあどんな構成なのかっていうと、あのプロダクトページっていう、まあ、ランディングページみたいなあのアップストアで検索すると自分のアプリの詳細が書いてある、はい、ありますね、ページが、はい、あるんですけど、まあ、それが実際使ってる画面とかキャプチャが出てるやつ。そうです、そうです、はい、あそこに来た人が何パーでコンバージョンするかってことですね。そうです、確かにあそこのページ行けてないとやめちゃいますよね。そうですね、ダウンロードされてくると、はい、あとあそこのレビューが多かったり少なかったりすると、まあ、本日のアプリみたいなのが出てきたりするので、まあ、結構そこら辺をこう追っていって、まあ、そこら辺の最適化した方がいいですよとかコンサルしてたら提案するとかレポートをするっていう流れですね。はい、そこが、まず最初の新規ダウンロード率集客のところですね、うんうんうん、インストールした後の活性に対しての指標なんですけど、うん、まず大きいところはセッション数というところですね、うんうんうん、これアプリが使用された回数なので、うん、ちょっとめんどくさいんですけど、これバックグラウンドにしてまた復活すると再カウントみたいな感じなんで、どれだけもう一回使おうみたいな、うん、LINE とかがこうセッション数めちゃくちゃ高いみたいな感じですね、うんうんうん、なんでそういうところを考えて、サービスによってはセッション数めちゃくちゃ増やして使ってる時間短いけど細かく使いたくなるようなアプリにしようみたいなところで、はいはい、あの戦略の提案とかをしていくような流れなんで、うん、ここがあの結構ユーザーの熱量っていうんですかね、アップルだと粘度、粘り気の粘度で、うん、っていう言い方をするんですけど、うん、はい、そこを取っています。なるほど、はい、それ以外ですとアクティブなデバイス数っていうところで、指定期間でさっきのセッションですね、うん、1回のセッションがあったデバイスっていうところで、もうどれだけ1人当たりそのデバイス1デバイスあたりハマっているかみたいな、ハマり度みたいな感じですね、っていうのを出してます。それらの他に、アクティブ率っていうところを、まとめて出す。先ほどのはもう全体的にこう細かく具体的に言うとどんなのっていうところなんですけど、はいはいはい、ざっくりそうですね、管理者の方とかコンサル先の方とかに話すんだったらアクティブ率をさらっと言っちゃった方が早いかなと思ってます。アクティブ率の算出っていうのは、まあ、デイリーアクティブユーザー割ることの指定期間のアクティブユーザーっていうことなので、はい、うん、まあ、1ヶ月だったら、1ヶ月でっていう形で算出する感じです。調子のいいアプリとかですと大体 10% から 15% とかが、まあ、大体平均値なんですが、うん、LINE とかものすごい例外のものとかは 40%、50% とかを、うん、あの超えてくることもあります、うん、最初の目標としては、まあ、12-13% とかで引いておいてっていうところがいいのかなと思います、はい、だからインストールした人が100人いたら、毎日使う人が10人いたら、はい、それはいい数字だねってことですね。はい、はい、なるほど。
ここからさらにまあこう課金で使えるサービスとかだともっとゴンゴン下がってっちゃうんですけど、基本的にはもう見るだけとか基本無料みたいなアプリはそれぐらいですね。なるほど、はい、続きまして、うん、まず離脱の方の大きな数値ですね、うん、詳しい数値的にはだいたいクラッシュ数とアプリ削除数、うん、削除率というのがまあ3つぐらいあるんですけど、うん、クラッシュ数っていうのはもうアプリって使っていると時々こうブズっていきなり落ちちゃったりとかっていうのがあるんですけど、はいはいはい、ああいうのの回数も一応あのアップルが取っていまして、うん、まあ、ここら辺はもう結構落ちまくるとやっぱり削除につながるので、はい、なんで削除数が今日多いのっていうのが、うん、この間リリースしたので落ちてるっていうところの原因のためにこう追っているっていうところですね。でアプリ削除数はもう純粋に使えないなと思って消しちゃうようなところです、うん、で率はもう総ダウンロード数に対しての削除数っていうので削除率を出しているので、ダウンロード率に対して削除率も高くなってるよねって言ったら、うん、まあ、原因どこだっていうのを、うん、そこの先ほど言った細かい指標を、うん、あの辿っていって、これこれこういう理由で下がってるので対策、うん、来月の対策はこうしますっていう形で、はい、レポートしますね。アプリって、はい、例えばですけど Amazon に出品したら、うんうん、Amazon 内のユーザーが勝手に買ってくれることも結構あるじゃないですか、はい、App Store に出品というか反映されたらそれだけでインストールって増えるもんなんですか？何も間分けしなかった。ここがあの ASO って言って、あそこの詳細画面書き込みにもよるんですけど、うん、ここのカテゴリーとかが例えば揃っていたりとか、うんうん、キーワードが揃っていると、うん、例えば似たようなサービスの下にレコメンドが出てくるんですね、うん、はいはいはい、あそこに出てきたりして特にいじってないのに、うん、おまけで盛り上がって、うん、あの数値が上がるっていう、うん、あのボーナスはあったりしますけど、基本的にはそこも何も書いてないであげちゃうと全然上がんないかなっていうところはあります、はい、いわゆる Apple SEO みたいなのも一応存在するんですね。おっしゃる通りです。ただとはいえ Apple の App Store を回遊する人なんてあんまり多くないから、そうですね、他のなんか楽天アマゾンとかと違って、はい、ちゃんと外部のマーケをしないと基本的にはインストールは増えないと。はい、インストール全然増えないですね、うん、なるほど。じゃあ木村さん結構そのアプリの管理みたいな感じで、はい、もちろんマーケティングの施策の実行もやると思うんですけど、管理単体でも結構やられてる案件が多いから、そこが標準化されて木村さんの中ではそういう管理シートとかも存在していると。あ、そうですね、はい、でそこの管理シートとかはちょうどサロンで公開していただくみたいな形で、はい、はい、じゃあアプリをじゃあ作ってこれからマーケを始めようと思った時に、今のそのファイヤーなんちゃらとか、はい、うん、そこら辺入れ忘れるととんでもないことに管理できなくなっちゃうと思うんで、はい、まあ、そういうのも含めて導入支援だったりとか、はい、最初の設計とかをお願いしたい方は概要欄から木村宛に、はい、ご連絡いただければと思うんですけども、一応次回何について話していただけるんですか、はい、そうですね、先ほどあの最後の方でも話しましたが、うん、あの Apple Store とかアプリストアの最適化、うん、ASO っていうんですが、うん、そちらについてもうちょっと突っ込んであの話していけたらと思います。なるほど、はい、SEO のアプリ版を ASO って言うんですね。そうですね、はい、アプリサーチオプティマイゼーションとかそんな感じですか？あ、まあいいや。はい、じゃあそんな感じでありがとうございました、はい。